8時間8時間8時間で割るとしたら11時じゃあまあ仮に12時までがこんにあおはようございますだったとしたら4時から12時おはようございます12時から20時こんにちはあ絶対無理だこの理論 <laughs> すごいあ定型コメがこんにちはだからなるほどね でもみんな別に夜の時はさ「こんにちはこんばんは」って言ってないえこれ何か自動的に提携コメが変わるんですか時間でショールームってすごくないそのその機能がもしあるんだったらこんにちは次の枠とかでみんなにみんなの挨拶を見てみればえ変わるのじゃあ「こんにちは」じゃん <laughs> 何時で変わるんだろうショールーム的には何時が「こんにちは」の境目なんでしょうね「こんばんはこんにちは」の境目知らなかったマジ全然知らなかったすごいねそんな時間で変わる機能があるんだよいしょ え何時かららおはよううなんだろうそしたらね私も変わるの初めて知ったんー私よりみんなの方がショールーム詳しいなんか私この間まで毎日配信のカウントが3時まで OK なのも知らなかったこのもうめっちゃ必死にさもう必死に頑張って23時45分に叩き起こ,さ起こしてもらってやってたりしたのにと思ってだから23時50分とかになっちゃったらもう無理だと思って諦めた日とかあったのに。 何それっていうえでも私さなんか私一回多分200何日100何日とかやったんだけど5月の五の月末のラスアイ終わる時にその忙しすぎて配信できなくてあの全部ん毎日配信途絶えたことがあったんですけど。 あれはなんかダメだったのかな覚えてないやまあもう過ぎてしまったことだからいいんですけどこんにちはそういえばサッカー見てましたか皆さん昨日私は日本戦もちゃんと見たしその後のブラジル韓国戦も見ちゃってめっちゃ寝不足でした今日超眠かった <laughs> ギリギリに起きた家出なきゃいけない時間の だから本来ならこ今日この時間に出ようと思ってた時間に起きて <laughs> 寝坊したけど急いで着替えて急いで出たからまあギリギリセーフみたいなところでしたあの時は24時あそっかそれはあるわでもなんか私さ なんか握手会の帰りだかなんだかの時さなんか24時越してやったよねライブの終わりだったかいつかでも24時越したからもうダメじゃんって思った覚えがあったんだけど覚えてないやあかねきすけっう、か青べあかねきすけこんにちはあテロップ入れるの忘れてた

えっと,、えー、っとノイラーテムさんレソナさんジンゴマさんタルタルソースさん横浜のノーリーさんえー、っとラーメンマンさんシミタさんありがとうございます今ガチイベ中なのでもしよかったら星投げやカウントお願いしますあ考えなしさんもありがとうございます なんかすごいもうめっちゃなんかまず延長戦っていうさ存在のことをめちゃくちゃ久しぶりに思い出してなんか私2010年ワールドカップも結構しっかり見てたのなん2010年ワールドカップの時それ結構学校の小学校4年生だったんですけどクラスで結構しっかり見てたのみんなでなんかもう持ちきりみたいな,なんか担任の先生がまずサッカー結構好きでなんかもうめっちゃしっかり しっかりワールドカップ見ててクラスのみんな,でなんか学校帰り放課後にあのなんか帰りの会したら黒板に明日のあ今日のワールドカップ試合結果予想みたいな書いてみんなでこうやって投票するみたいな <laughs> するようなクラスだったんですよだからしっかり割と見てたんですけどあの時も多分延長で PK で PK で負けちゃったんですけど。 あのさ小学校4年生の時はさ延長戦になってもさ「やったサッカーいっぱい見れる!」みたいなさ <laughs>「その分30分いっぱい余分に見れて嬉しい!」みたいななんかサッカーってさすぐ終わっちゃうのが悲しいなって思ってたから「やったその分いっぱい見れる嬉しい!」みたいな思ってたんだけどさもう今さこの年齢になってさ延長戦を見るとさ「もうもうやめてあげて!」みたいな <laughs>「もう!」 もう45分45分走り続けているのになんで30分もみたいななんで30分もやるのみたいな気持ちになって大人になったなと思いましたすごく成長を感じました自分のそう小学校4年生の頃は何な,なら全試合延長戦してほしいみたいななんで45分で終わっちゃうんだろうみたいな思ってたの全部もう1時間1時間にしようよって思うぐらいには いっぱい見れて嬉しいなーって気持ちだったんだけど普通にもう延長戦とかもうお願いだからやめてあげてって気持ちになっちゃった昨日はもう見てて見ててこっちが疲れるっていうぐらいもう大変すぎてすごい子供もの考えだった <laughs> 嘘いっっっぱいいい見れててて嬉しいって思ってたいやもうなんかもうやっぱさいろいろ人生経験を積んだ上でさやっぱ子供の頃はさもう無限に無限に遊べるって思ってたけどもう今は体力の限界というものを知っているからもう,もうお願いお願い休ませてあげてみたいな <laughs> 気持ちになっちゃった延長戦見てたら。あっとこの枠はっと17時15分までですので。 あと12分で終わります。皆さん、星、投げ忘れのないようお願いします。カウントもぜひお願いします。こんにちは。なんかごめんね。全然サッカーの話してたら全然拾えてないわ。初見さんも何人か。ありがとうございます。ギフトも読んどこ。えー、っと、えー、っと、えー、っと、ハイキーさん、レイお母さん、ユキポンさん、青山さん、 ありがとうございますそうなのもうこの年になるとさディズニーランドで一日中遊んでられないというかさもう15時ぐららいになったら疲れてくるんですよだから体力の限界を知ってるからもうお願い休ませてあげてって思ったでもなんかさすごいそれで日本とさ何だっけクロアチアの日本クロアチア戦でめっちゃ感動してさ その後ブラジル韓国戦見たらさなんか日本もだいぶ強くなったなと思ってたけどやっぱもうブラジルレベチすぎて <laughs> なんかもうなんか引いたねもうなんかなんかもうすごいとかじゃなくてちょっと引いたなんかもう次元が違いすぎてちょっと引いたわ <laughs> ブラジル韓国戦のブラジルもうなんか上手すぎてちょっともうなんか気持ち悪かったなんかもう <laughs>。 <laughs> もう上手すぎるちょっとおかしいね本当にサッカー大国ってすげえよ引いた普通になんかうますぎてちょっと引いちゃった本当ににんからねもうね手のひらで転がされてる感がやばいもうもうなんかどのプレー取ってもうまいもうとにかく。 なんかファールしに行くのもめっちゃうまいししに行くってかこうかファール取りに行くのもめっちゃうまいしもう当たり前にドリブルもうまいしパスもうまいしもうなんで何でもうまいもうとにかく全部うまいもうなんかもう最初はさなんかゴール決めたらさよなんかみんなが踊って喜ぶのとかも可愛いなーみたいな思ってたけどもうなんか23回目ぐらいからもう煽りにしか見えなくなってきたいも, <laughs> もうなんかもう心がくじけそうになったもう。 開始10分ぐらいで私心くじけてたもうでもやっぱブラジルとかはもう綺麗だよねもうなんか見事もうなんかねなんかそれこそそのブラジルとアルゼンチンかな昔それこそ遠征先のホテルので夜中テレビつけたらブラジルとアルゼンチンがどっかがやってて試合を すごーと思っってめっちゃ見ててもうなんかそれはでも多分ブラジルもうまいし同じぐらいアルゼンチンがどっかも上手かったからもうなんかすごいのよもうほんと芸術みたいなもう上手すぎてなんかもう感動したんですよもう上手すぎてでももうなんかやっぱ今回のはやっぱもう圧倒的にブラジルが強すぎてなんかちょっともう怖かったなんか引いた引いたというかなんか。 心がくじけた。開始10分でもう心くじけてた私はもうネイマールさんの PKPK じゃないけどあのゴフリーキックなんていうのあれって <laughs> 1対1で蹴るやつ PK かな見た瞬間もう心くじけました私はすごい。 いやでも昨日の試合見たら分かると思う開始10分で心くじけると思う <laughs> 見てくれたら分かる開始10分であれ心くじけるよ多分いや私が私がもし戦ってたらくじけてたねあれはねもうね次元が違うねそしてギフト読みますえっとゆきぽんさんあさっこさんみかささんしみたさんありがとうございます やっぱすごすぎたブラジルはうまいね本当にお家芸ってやつなんだろうなって思いましたブラジルの。 決勝戦とか楽しみなんかもううますぎて楽しいんだろうなって決勝戦とかはやっぱりなんかあと伊藤選手のなんか親近感の正体分かった走り方だわなんかボールの追い方がめっちゃなんか小中高のどこかにいたなあって感じの走り方 やっぱ走り方特徴あると分かりやすいですよね伊藤選手はめっちゃ小中高のどっかにいのサッカー部にいたよなーみたいな走り方してて親近感覚えて好き長友さんも走り方分かりやすいすごいギフト読まなきゃさつきななつきさんありがとうございます も二度目ましての皆様もありがとうございます今ガチイベ中なんでもしよかったら星投げカウントお願いしますクラウンさんもありがとうございますこんにちはでもこの枠17時15分までで終わりますのでえっと次の枠は20時から20時20分ですそうちょっと癖ある感じ走り方に 次の犠牲者がくのクラウンさんもありがとうございますレソナさんもありがとうございます いやーでもほんとんか楽しいですねやっぱスポーツとか見れるの,見るのも全然昨日喋れなかったけどなんかサッカーちゃんと見なきゃってなると全然喋れないし配信しなきゃって言うとサッカー見れないし中途半端になってしまったどっちも昨日でもなんか思ったんだけどさなんでサッカーって4年に1回なんだろう なんか1年に1回は無理だとしても2年に1回くらいにすればいいのになんかさ例えばさなんか20歳で出てたら次24歳ってことでしょ出れるのってでも22歳がさもう一番体のコンディションが良かったとしたらかわいそうじゃないなんか20歳はさなんかまだ体側の筋力とかできてなくってさ 調子悪かったけど24歳はもうやっぱりパワーとかスタミナが衰えてきちゃってってなったらさなんかかわいそう4年はちょっと遅すぎるよねなんかフィギュアスケートとかもそうだけどオリンピックとかもそうだけどあオリンピックがあるからってことなるほどね。 オリンピックも国代表でしたっけ <laughs> あ、そりゃそっか <laughs> あだからかじゃあオリンピックのな夏季オリンピックがあるからってことえでも夏季オリンピックってあそっか2020年だったのか確かにだからか。 こんにちはあ,初めましてあとでもこの枠はし17時15分までで終わるので次の枠は20時からです。えー、ガチイベ中なのでもしよかったら星投げカウントお願いします。ということでギフト読みますね。うんと青山さん、えー、っと考えなしさん白雪さんレソナさん浜さんありがとうございます。 こんにちは。え、フィギュアスケートはでもあれか。なんか、フィギュアスケート、フィギュアスケートの大会があるからいいのか、あれも。じゃ意外と2年に1回くらいは大会があるのか。あ三3週カウントありがとう。ギリギリだよね。そう、20分ギリギリなんですよ。申し訳ない。多分ね、25分あったらね、ちょうどいいぐらいだと思うんだけど、そうすると、 70分枠になっちゃうからあんま意味なくなっちゃうっていう70分枠が多分そんなことないのかな252570とかでもいいのかなどっちがいいんだろう分かんないとりあえずもう14分なのでもうすぐ終わります考えなしさん青山さんありがとうございます 15分になった瞬間くらいに終わるのでもういつでも終わりますこれこの枠。次は20時から20時20時二十分ですよろしくお願いしますね七70分はなんか中途半端になっちゃうよねやっぱ202080がいいよね多分またあとで3時間後にお会いしましょう20時からです次枠 では、あ、3週50カウントありがとうございます皆様たくさんありがとうございます次の枠で意外と意外といけるけど終わっとくか怖いからバイバイまた20時に